こんにちは、みつチャンネルです。私は今、マレーシアのクアラルンプール国際空港サテライトのマレーシア航空ゴールデンラウンジの前にいます。これからこちら、ゴールデンラウンジの中の様子をご紹介したいと思います。みつチャンネル、スタート！ビュッフェコーナーです。ヨーグルト、サラダ類が置かれています。こちら、デニッシュ。クロワッサン、デニッシュだとかパイだとかが置かれています。これは何かな。ブレッドコーナーです。ブレッド。レストランの方に行きたいと思います。こちらがダイニングコーナーです。こちらも一人だけいらっしゃいましたけど、このような感じで、モニーン、モニーン、ヤス。はい、マレーシア航空のゴールデンラウンジのダイニングコーナーの席に着きました。今いろいろとオーダーしましたので来るのが楽しみです。こちらのゴールデンラウンジは2018年の3月にリニューアルオープンしました。で、先ほどなんですが、ファーストクラス
のお客様にだけ与えられる空間、ファーストスイートというお部屋があるんですけれども、そちら動画撮ることができましたので、ご覧いただければと思います。どうぞ。お料理が来ました。まるでフレンチレストランのような感じでお料理が並べられました。お酒はサングリア、ホワイトワインをチョイスしました。でこちらは、パンですね。でスープ、シュリンプカクテル、エビのサラダです。ではお料理いただきます。エビいただきます。スープいただきます。パンプキンのスープのようです。メインディッシュが届きましたのでいただきます。魚のソテーのような感じのものです。ではいただきます。こちらもとても上品な味付けです。パンがとっても美味しいです。マッシュポテト、マッシュポテト、バターがすごく効いていて滑らかです。
そしてこちらがパスタです。パスタいただいてみます。ガーリックが効いていて食べやすいです。美味しいです。デザートが来ました。はい、ではいただきます。中こんな感じです。いただきます。チョコレートのしっとりとしたチョコレートの生地とカラメルソースが絡み合っていて濃厚です。チョコレートケーキとはちょっとチョコレートケーキのような感じなんですけれども、洋酒が染みたチョコレートケーキという感じでしょうか。でも味は濃厚でとっても美味しいです。プディングという名前がついているので、その名の通りしっとりとしたケーキです。はい、マレーシア航空のゴールデンラウンジから出てきました。さすがマレーシア航空のお膝元だけあって広くて、そして静かで大変豪華なラウンジでした。この動画が良かったと思っていただけましたら高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。